はい、どうも皆さんこんにちは、西大工です。ちゃんとチケット買っていって応援していただきたいと思いますが、これはもう見刺し身ね、コンサドーレさんと応援されてる。もう24年前からできたと思う。もうちょいいじった方が大工くんだよ。こう、ちょっと登録お願いします。教えていただき、決めていただきたいんです。誰が一番早く、作戦会議は大丈夫ですか。とりあえず誰よりも早く押す。松原選手です。先輩、首突っ張られて出てきてますけど。続いて、西選手、金子選手だ。さて、予選国民で最後は中野選手、そして通訳の宇里選手だ。面白くはないよね。面白くはないね。こいつが考える。超笑い。超笑い。カルタ的に誰が一番クイズ得意そうですか。まあ、正直、まあ、シグルの大悟君ができそうなだけであって、はい、多分できないっていう。まあ、僕たちシードでいいのかなって思って。お絵かきなら自信あるんですか。もうじゃあ、お絵かき知ってますか。もう絵かけるんですよ。ギリギリでしたけどね。授業サッカー、そうよくやったりする。はい、そうですね。西選手、はい、はい、最近はYouTube ばっかりやってる。そうなんですよ、今もね、これ撮ってもらってね。YouTube 出るんですけど、皆さん大丈夫ですか。ダメだったら DM でも言ってくださいね。まあ出しますけど。あ、よかったらみんなでポーズ取ります。じゃあいいですか。せーの、ウエース。あんまり盛り上がってない。あんまり盛り上がってない。まだ心配しないです。まだそうなんですよ。覚えていただくということで、ダブリューでウエースを取ったということでございます。はい、この選手、はい、早速ペアにもちょっと深くていただきたいんですけど、それ通訳じゃないやろ。小次郎やん。あ、小次郎、あ、じゃあ、ウリさんが喋ってお前が通訳する。確かに。こんにちは。ポルトガル語で喋って通訳すればいいんじゃない。ポルトガル語で喋った。小次郎通訳する。わ、サーチ緊張してる。緊張してる。皆さん、こんにちは。すいません、この中で僕が一番長いので、入場します。お会いしてください。よろしくお願いします。緊張してる。緊張してる。それでは問題に行きたいと思いますが、はい、回答権は鈴井さんのご指名です。指名します。それまで、はい、それまで回答どっちかってことですか。 どちらでも結構です。そうです、はい、買った方から全部お答えしたいと思います。それが指名されるまでお答えするのをお待ちください。はい、第1問、札幌市で有名な札幌市で有名なこれはたくさんあります。賭けに出ましたね。じゃあどうぞ。札幌市で有名な札幌市で有名な場所は大通公園ですが、お一番盛り上がってる場所はどこですか。すすきの。札幌市で有名な動物園は丸山動物園ですが、旭川市の有名。いやいや、会社も何よ。あ、で、こっちですよ。じゃあ、こっちの方が絶対早かった。こちらが早かったんで。どっちが早かった。真ん中の方が早い。めっちゃ早い。いや、こっちです。こっちキーパーだから、キーパー。ハンド早いから。鈴木さんが決めていいですよ。だけど、俺、間に立ってて、こっちの方が早かったんです。めっちゃ早かった。マジで。じゃあ、真ん中です。真ん中です。真ん中です。西選手。西選手。じゃあ、お願いしますか。お答えお願いします。旭川市で有名な動物園はってことですよね。旭山動物園。ピーポーン。ワンポイント。ワンポイント。しゃー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 なんか押すな。これこれ押したよな。敵に何を送ると。あー真ん中でしょ。真ん中でございます。違う、絶対違う。絶対違う。絶対違うよ。塩。正解。イエーイ。記念なかったね。おめでとうございます。正解です。あの、小津田さんでビール3杯ぐらいあげて。中村選手、田中広瀬選手。
どうぞおかけください。ボケ重視だな。お店チーム決勝戦かける。いやちょっとメンバーきついっすわ。どういう意味で？ちょっとボケ担当みたいな感じでね、ええ、なっちゃってるんで。あとボケ担当ですか？あんまりボケ合戦とかじゃないですか？じゃないですか、はい、マジで答えてください。隣の坊主がまだまだ大きいこと言ってたんで、はい、まずここには負けないよね。それを受けて中島選手は、まあ、なんか言うてますけど、まあ、そんな気持ちじゃ勝てないよ。厳しい世界なんで、こういった大会行って、はい、それは僕が言ってやろうかと思います。それでは優勝決定戦、はい、行きたいと思います。まず第1問ですね。第1問、2021年に新しく増えた省庁は何庁でしょう？省庁。省庁。来ましたね、金子選手早いですね。省庁、はい、国のあのね、機関に何々省、何々庁っていっぱいあるじゃないですか、はい、それで一つ増えた庁がありますっていうこと。町ってことですか？中島先生、あのボタンを押してください。あのね、手を挙げてもらう。第2問、2026年ワールドカップの開催地3カ国を答えてください。2026年のなんすか？ワールドカップの開催地3カ国は？3カ国、モンゴル、ミャンマー、バチカン諸国。違います。サッカーの問題ですよ。お願いします。いきましょう。いいですか、はい、アメリカ、メキシコ、カナダ。正解です。僕が考えてます。僕が超サービス問題いきたいと思います。皆さんお願いしますね、はい、いきますよ。2018年、ワールドカップの得点王は？あ、ハーマン。すいません、残念。誰？マジで分かんない。来ました、中島選手。どうなんだ。西ローランド。当ててください。すいません、残念ですね。ディンジェフィンドヤンカンディン。いや、終わろう。終わった方がいいね。終わった方がいいね。終わる。優勝したのは中村選手、田中裕選手でした。戦っていただいて、はい、ありがとうございます。おめでとうございます。西ローランド登録者数何人くらい？何人って言ったんだ。5000人マイナスよ。その代わりに地獄だ。あの俺の俺すげーのない途中で信じたの答えが登録してないちゃんとね。チャンネル登録お願いします。もう俺から自分のチャンネル登録お願いします。ボンブラだから。これはしっかり報酬もらいましょう。いやもらえない。選手が増えない。ベストベスト誰？滑ってる滑ってる。西が滑っとったぞ。西ローランドはエグい。ゼロゼロ笑いです。ゼロ笑いなんかみんなこうなんか腰元かこっち見て頭抱えてぶって。こっち俺らの方見て。腰ローやられたらやばいっすね。マジで大丈夫。関西痛いやから神戸。痛えないもん。痛いべ。大悟 YouTube 大悟 YouTube。私じゃなくて、ヒロキに今日は喋ってほしいなっていうふうに思ったんですけれども、まあ、あの私が喋ります。ゴーツ、エンディフ。もうようやく、3年ぶりにこのような日を迎えられたことを、ね、本当に嬉しく思ってます。本当に厳しい時に、皆さんが選手を最後まで後押してくる、その皆さんの思いに、まあ、私は本当に感謝と、そして私自身の驚きと、そして皆さんがいるからこその我々だなというふうにいつも思っています。まあ、残り、まあ、5試合になりますけれども、私監督、スタッフ、選手、そして皆さんと共に必ず残留を成し遂げたいというふうに思っています。これだけのサポーターがいるクラブはやはり J1 にいなきゃいけないというふうに思います。あの目の前に、深井和樹のタオルを抱えている方がいますけれども、私自身は和樹について、まあ、一言言わなきゃいけないというふうに思っています。まず和樹は、まあ、素晴らしい選手である前に、まあ、素晴らしい
キャラクターを持った若者です。和樹はこれまで、大怪我を3度して、で今回が4回目の、大怪我ですけれども、必ず彼は戻ってくると思います。それぐらいの強い、精神を持った選手です。ただやはり皆さんのサポート、クラブのサポート、通りである選手たちのサポート、そのサポートは必要だと思います。でそして来シーズン彼が戻ってきた時に、やはり我々は J1 で戦っていなければいけないというふうに思います。やはり彼のためにも、やはり我々とにかく残りの5試合、皆さんと共に全力で戦いたいというふうに思います。西田監督、杉浦コーチ、ありがとうございました。大会お疲れ様でした。クエスト最後最後見れたします。西ローランドはちょっと何やねん。知らないですよ逆に。正解何。いやあれはなかったです。サポーターの皆様がご移動していただけないと選手が向こうに行けません。ご協力お願いいたします。位置についたよというサポーター。ロッコンれないよ。これ大子さんの YouTube です。